はい、おはようございます。ちなげに記事会社です。おはようございます。はい、勝ちました。イエスイエスイエス。はい、3対10ですね。いやー、2桁得点、いやー気持ちいいですね。あー、打線がつながるっていうのはやっぱ楽しいもんですね。4回5回、非常に楽しかったでございます。はい、昨日は投手戦をまあね制して、今日はね、今日はもう打撃で、はい、勝ちました。はい、お疲れ様です、スワローズ。はい、ということで幸せですね。はい、今日僕はね朝に動画を撮って、今日夜にやってるので1日2本になりました。はい、ヤクルトいただきます。はい、ということでそういただきます。いいね、よく寝れそう。はい、ということで、早速振り返りですね。はい、ケイジ君ね、はい、6回2失点4勝目お疲れさん。ケケいいよ、ずっと試合作ってますねここ最近ね。うん、まあちょっとね初回にね失点しちゃっておやおやってね、うん、やっぱ先制されるとね、ちょっと打ち弱いですから、うん、不安でしたけども、はい。まあ、その後もね、追加点、入れられてしまってね、まあ、2点は先制される形になりましたけども、うん。まあ、味方が逆転してくれた後、うん、なんとか粘り強くね、頑張ってくれましたね、ほんとね。うん。5回か。すいません、ちょっとあやふやですけど、ね、ノーアウト1、2塁になった後のね、うん。でもね、最後、門脇選手だったかな。ゲッツーに打ち取ったところとかもね、ほんと粘り強くてね、よかったですね、もう。ちょっと見てるこっちもね、ちょっとこう、やっぱ巨人打線はね、うん、力あるんで、ちょっとね、打撃戦、打ち合いになっちまったらちょっと怖いよねっていうね、もう何度も見ましたから、神宮で打ち合いね、巨人さんとの。うん。それを本当に耐えてくれた。いやー、ケイジ君、本当にお見事でした。お疲れ様。はい。6回とかもね、本当に、あれ、ウォーカー選手がね、出塁しちゃったじゃないですか、村上くんの、送球エラーで。あれもね、ほんとね、もうサクッとサードゴロで打ち取れてたらね、もしかしたら球数的に、まあ、ちょっとギリギリでしたけど、ね、7回投げてくれたりしないかなと思ってたんですけど、あそこはちょっとね、守備の、皆さんがね、ちょっと足引っ張る形でね、ちょっと余分に球数投げちゃいましたね。うん、村上くんの、ね、サードの、送球エラーもそうだけど、その後のウォーカー選手盗塁したところをね、長岡君がポロってやっちゃったのもね、うん、ちょっともったいなかったかなってね、はい、個人的には思いましたけど、はい、本当に最後は三振でね、その回ね、6回ね、うん、高めの釣り玉ストレート、いやー、お見事でした。はい、ケイジ君4勝目ね、本当にお疲れ、おめでとう。はい、お疲れ様でした。はい、その後が、山本選手、今野選手、大西選手で繋いだのかな、はい。まあまあまあ、でもね、昨日勝ちパス買って、うん。で、今日温存できたっていうのは非常にいいことですね。はい。まあ、山本選手も、ね、一発打たれてしまいましたけども、まあ大量リードなんでね。まあそこはそんなに気にせずに、うん。全然全然。はい。吉川選手がそれにしてもちょっと調子良すぎるんでね。明日も警戒しなきゃいけないですね、ちょっとね。うん。下位打線に一発あるバッター、ちょっと怖いんで、うん。で、そろそろね、吉川選手って昨日は何番に座ってたかな、昨日も下位だったかな、うん。ちょっと巨人さんのこの打線事情よくわかんないですけど、明日ぐらいにちょっと上位にいそうっすよね。うん。で、だいぶ怖いっすね。はい。まあ、とにかく、はい。勝ちパンも温存できて、ね。ヤクルトファンがみんな期待してる3番エースの、高橋奎二にも、勝ちがついて、いいことばっかでしたね。はい。ピッチャー陣、お疲れ様。はい。ということで、打線ですね。はい。打線がみんなで、10安打かな。10得点。イエス。非常に綺麗ですね。並びがね。はい。そうですね。まあ、相手のメンデス投手、初見かな？なんか、対戦した覚えが僕ないんですけど、やったことありましたっけ？まあ、ヤクルトはね、初物、うん、ちょっと弱いんで、はい。まあ、3回までか、サク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 ね、抑えられてる印象があり、はい。で、4回ですね、やっと青木選手が、
ヒットを打ってね、はい、出塁と。はい、で、そこからもう、ね、よかったですね。怒涛の流れというか、はい、サンタナ選手ツーベース、2、3塁で村上選手がね、ファーストゴロで、はい、まず泥臭く1点返すという。はい、いいですよ。うん。まあ、タイムリーじゃなくても、もうこういうので、うん、とにかく点を入れる。チャンスを生かす。非常に大事。はい。で、オスナ選手がね、割と早い、カウントでね、追い込まれちゃったんですけどね、まあ、デッドボールということで、はい。まあ、痛かったでしょうけど、あのデッドボール非常に効果的でしたよ。うん。相手ピッチャーからしてもね、うわ、せっかくさっさと追い込んだのになっていうね。うん。本当に、うん。オスナ選手、頑丈ですから。はい。だ途中で交代してたのがちょっとね、大怪我じゃないければいいというかね、うん、大事に至らなければいいんですけどね。はい。で、その後が、ムーチョですよね。はい。まあ、昨日はね、勝ち越しのスクイズを決める素晴らしい活躍でしたけども、今日は、スリーランぶち込むっていう。ありがてえ。ムーチョさん。ありがてえよ。本当に。ホームランも打てちゃうの。まあね、普段長打ほぼないというか、うん、まああんまりないですけどね、うん、ほんと大仕事やってくれましたね。くわ、逆転スリーラン、あ、素晴らしい。本当に女房ね、本当助けてますよ、ピッチャーを。うん、完璧な当たりでしたね。変化球がね、甘いとこ入ったのをね、うん、しっかり捉えましたね、ムーチョね。はい、ナイスバッティングムーチョ。はい。で、まあ、その回は、その4点ですね。4点で一気に逆転。はい。で、その、次の回、5回ね。はい。5回がね、ワンアウト、高橋奎二くんで、ワンアウトになった後、並木くんね。はい。並木くんが、ファーボールを選ぶっていうね。はい。大きいですよ。やっぱ並木くんはね、まあ、ヒットじゃなくてもいいんで、もう、とにかく出塁することが、めちゃくちゃ大事。うん。足使えますから。うん。で、結果ね、その後、青木選手、ね、ファーボール。うん。あれ、絶対、並木くんがランナー一塁だからね、意識したと思います。うん。本当に、走るぞ、走るぞっていうのを、熱ね。うん。それがかけられるんですよね、並木くんは。塁にいると。なんで、本当、あのフォアボールはでかかったし。うん。で、青木選手もね、うん。よく、繋いだなと。はい。で、1、2番で、1、2塁にした後ね、はい。3番、サンタナ選手が、レフト。ね、詰まりながらでしたけども。うん。ヒット。ナイバッチ。タイムリーですね。並木くん一気に帰ってきて。うん。もう、スタートも良かったね、並木くんはね。うん、あのあたり、あ、もう絶対落ちるわって思ったんでしょうね。ショートとレフトの間ね、ポテン。うん。非常に良かったですね。はい。で、村上選手が、その後ね、左中間を割る、ツーベースと。よし。えいや。これよ。だ、この方向へのヒットが、なんか最近やっぱちょこちょこね、増えてきてる感じがするので、そこが嬉しいっすね。引っ張りだけじゃないっていうか、うん。逆方向でもしっかりね、強い打球彼は行くので、うん、やっぱこのね、方向の打球増えてくるともっといいっすね、これからね。もっともっと見たいですね。うん、はい。で、オスナ選手がね、その後、まあ、センターへの、タイムリー、2点タイムリーね。うん、もう3、4、5番が、みんなタイムリー。超楽しい。超楽しいイニングでしたね。うん。あ、これこれ。打線が繋がる幸せ。いやー、楽しかったですね。今日現地行った人めちゃくちゃ盛り上がったんじゃないですか。うん。でも映像で見ててすげー楽しかったんでね。ほんと、今日当たり日でしたね。現地行った方ね。はい。よかったと思います。はい。で、まあその後は、元山くんかな、はい、元山くんもね、犠牲フライ打ったりとか、してね、どん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 追加点入れてくれましたね。はい。で、あと、まあ、ちょっと、イニング後になりましたけどね、長岡くんスリーベースの後。うん。長岡くんスリーベースの後にね、内山選手、代打内山選手が犠牲フライ打ったりと。うん。うん、本当にダメ押しもね、しっかり決めてきて。うん。で、ヤングスワローズもね、しっかり活躍したし、うん。打線に関してはもう、今日も100点満点じゃないですか。うん。まあそうですね。やっぱムーチョのスリーランはやっぱ大きいっすね。結局。まとめると。うん。あれで逆転できたっていうね。うん。ほんと逆転のスワローズがね、ちょっと出てきてるんでね。ほんといい傾向ですよ。うん。素晴らしい。はい。だからほんとに明日もね、この打線のつながりはキープで。うん。ぜひぜひキープしたまま、ね。
多分ブルペンデーになるのかな。明日の先発、うち市川くんでね、相手が菅野投手ですね。はい。そうですね、市川くん。じゃちょっと目先を変えてね、サワンサワンで続いたんで、右のサイドスローの、ちょっと横で揺さぶる系のね、市川くんで、なんとかね、まあ、何イニング投げるか分かんないですけど、ちょっと試合を作っていただきたいですね。まあ不安ですけどね。まあまだまだ全然不安ですしね。全然失点するイメージも湧きますけども。まあこのいいね、2連勝の流れ、ほんとキープしていただきたい。3立てしてよ。3立て。3立てってめちゃくちゃでかいですからね。当たり前だけど。なんとか。はい。で、打線は菅野投手をね、攻略。どうでしょうね。だからその、今季上がってきてから菅野投手はいい感じで抑えてるんですかね。僕ちょっとあまり他のね、チームの情報をあんまり知らないんであれですけど、まあでもまあ苦手なイメージはもうそこまでないでしょ。払拭してると思いますよ。この2年で。一番やばかったのってあのね、クライマックスシリーズで、ノーヒットノーラン食らった時が多分マックスできつかったと思うんで、まあもう多分大丈夫でしょ。だいぶ楽観的ですけど、はい。とにかく勝ってくれ。3立てしようぜ。死ぬ気で3立てお願いします。はい。ということで今日の動画以上にします。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録、はい、お願いします。はい、おやすみなさい。お疲れさまでした。